シューニズムはセガインタラクティブより発売され2015年7月16日に稼働開始したアーケード音楽ゲームキャッチコピーは空間を切り裂く新感覚音ゲー。筐体外観専用の筐体を使用する音楽ゲームタイトルロゴの下部にパワードバイチームマイマイと書かれている通りマイマイシリーズのスタッフが開発を手掛けているまたアドバタイズで文字に オール、ネットロゴの横に、コーポラティブカンパニーとして、コナミデジタルエンタテインメントが記載されており、何らかの形で関わるなど協力している。ゲーム画面が表示される32インチの液晶ディスプレイの手前に、表面弾性波方式のタッチパネル、グラウンドスライダーが設置されており、画面奥から手前に流れてくる、ノーツに合わせてタッチする。また、筐体の左右に設置されている。 空間センサー、エアーストリングスによる、スライダー上部空間の検知により、手を振り上げる、振り下ろすという動きが加わっている。エメカード、バナパスポートに対応しており、プレイヤー名などを保存できる。2018年10月25日からは、アミューズメント IC の機能を用いて、コナミアミューズメントのい、e、い、アミューズメントパスにも対応。なお、 アミューズメント IC に対応する前の E、アミューズメントパスには対応しない。店内マッチングにより、最大で4人同時プレイが可能。1店舗に5台以上筐体が設置されている場合、マッチングのグループ分けがされており、同じグループ筐体同士でないとマッチングすることはできない。グループは、デモ画面右側に、アルファベットで表示されている、A と表記されている筐体では、 同じく、A と、表記されている、筐体同士でしかマッチングができない。なお、店舗によっては、店内マッチングを無効にしている場合がある。その場合、複数大筐体があってもマッチングすることはできない。また、2020年12月、現在オンラインマッチングなどの機能は存在しておらず、あくまで、ローカルマッチングのみである。中二ズムの名前は、中二秒と、 リズムを合わせた造語だが、チューニング、空中といったいろんな意味をかけている。約2週間ごとに木曜日に楽曲追加、イベントマップ開放などがある。チューニズムアマゾンのアーケードゲーム筐体2015年7月16日、稼働開始。キャッチコピーは、空間を切り裂く、新感覚を遂げ。2016年2月4日、稼働開始。キャッチコピーは、世界の果てへ。 2016年8月25日稼働開始。キャッチコピーは、あ、新しい音芸だ。2017年2月9日、稼働開始。キャッチコピーは、あ、これが、真の音芸か。2017年8月24日、稼働開始。キャッチコピーは、大正義真音芸。2018年3月8日、稼働開始。キャッチコピーは、神のみぞ知る音芸。 2018年10月25日稼働開始、キャッチコピーは新音芸やろうぜ。2019年4月11日稼働開始、キャッチコピーは好きな音芸ができました。2019年10月24日稼働開始、キャッチコピーは世界一ピュアな音芸、下記は劇中舞。 ネット、スタンダードコース加入者限定の機能2020年7月16日、稼働開始。キャッチコピーは、忘れられない愛と音芸がここにある。2021年1月21日稼働開始。キャッチコピーは、行こうぜ楽園遊ぶぜ音芸。チューニズムスーパースター2020年11月26日、稼働開始。キャッチコピーは、オールジャスティス新音芸。 日本以外のアジア各国でのみ稼働したチューニズムスタープラスをベースとした海外専用バージョン。ただしユーザーデータは併合されない。100円を投入し、モニター上にあるカードリーダーにエメカードをタッチする。先にエメカードを読み取ることも可能。なお、エメカード、もしくはバナパスポートを所持していなくてもプレイは可だが、プレイデータは記録されない。プレイヤーデータがロードされた後、 モード選択画面より、モード選択を行う。その後、マップ選択画面よりマップを選択する。マップ選択後、チケット選択画面へ移行する。この時にクレジットを追加すれば、プレミアムチケットを入手することもできる。楽曲選択画面へ移動する。難易度はベーシック、アドバンスト、エキスパート、マスターから選択する。なお、楽曲選択に現れる確認画面より、 キャラクターやスキルの変更、ノーツのスピード変更などの設定もここで行う。プレイ終了後、経験値が加算され、今回のプレイで入手したアイテムがすべて表示される。その後、ユーザーボックス画面に移行こう。ここで称号の変更、チケットの購入、ネームプレート、マップアイコン、システムボイスの変更が可能。中日オリジナル楽曲の他に、ポップスアニメソング、 ゲーム音楽、ニコニコ、東方プロジェクト、マイマイ音劇楽曲といったジャンルの楽曲を収録している。さらにチューニズムオリジナル楽曲が、彩り緑関連楽曲と、彩り緑関連以外のオリジナル楽曲に細分化される。ゲームをプレイすると、その成績に応じて、すごろく上のマップを進行させることができる。難易度はベーシック、アドバンスト、エキスパート、 マスターの4つとなっている。ただしマスターレベルをプレイするには、エキスパートレベルでランク S 以上を獲得、もしくは前日のチケットを使用し、マスターレベルでランク S 以上を獲得しなければ選択できない。マップのゴール地点に到達した時、一部のマップには課題曲が設定されており、課題曲をクリアしなければ、次のマップに進むことはできない。 クリアノルマはレーティングにより決定するため、高いほど難易度選択が制限される。課題曲をクリアすればその曲が解禁される。この場合、マスター未開放でもプレイは可能である。プラスからの機能で、譜面配置がテーマに沿った高難度化、もしくは変速化、すべて細かいノーツにする。曲すべてにわたって、ホールド判定になる。途中で進行を止める。それどころか逆行する。 スピードが変化する、また、譜面全体ではなく、ノーツ別にバラバラのスピードになる等と,といった極端な譜面がプレイできる。譜面や演出のテーマによって、貝、止め、光などが入る。プレイするには、チケットセレクトにあるワールズエンド、プレイチケットを購入する必要がある。1クレジットを使用して、チケットを購入すると購入した際の1プレイを除き、 4回分チケット代を無料でプレイすることができる。チケットには有効期限がある。なお、このモードでは、レーティング、トータルハイスコアは一切変化しない。一部、ワールズエンド専用楽曲が存在する。エアーから触れるとミス判定になるダメージノーツが追加された。上記とこれを組み合わせたものもある。エアープラスからの新機能で決められた3曲を順番にプレイするモード。 楽曲の難易度は原則マスターのため、上級者向けのモードとなっている。それぞれのコースにはライフが設定されており、ライフが例になると強制終了となる。なお、ライフの数はコースによって異なる。クリアすると、ゲーム内アイテムを入手できる。チューニズムネットは本ゲームのユーザーサイトであり、セガ ID を登録し、カードを連携することで利用できる。PC、または、 スマートフォンで閲覧可能。チューニズムネットでは、ランキング、マップ進行状況、プロフィール閲覧等の機能が利用できる。また、月額で激チューマイネットのスタンダードコースに加入することで、プレイ履歴、キャラクター、称号、ユーザー設定、詳細設定、フレンド機能等、すべての機能が利用できる。それに加え、毎月1日に、 ゲーム内で使用できるチケットが入手できる。チューニズムクリスタルからはチームに関するページ、クリスタルプラスではチームコースが月に1回設定、更新するページが導入された。カード未使用時及び初回プレイではスキルを持たないチューニペンギンでプレイするが条件を満たすとキャラクターが追加されていく。キャラクターごとに異なるスキルを持っており、 レベルを上げると専用スキルと呼ばれる別のスキルが追加されるキャラクターもいる。チューニズムネットではレベルを上げると解放されるキャラクターごとのエピソードが閲覧できる。また定期的に外部作品とのコラボレーションイベントを行っており期間限定でコラボキャラが手に入ることがある。アマゾンでエアープラス以前のマップが削除、クリスタルでスター。 スタープラスのマップが削除された。エアー以降、マップが EP0 というように分割されている。エアー EP、アイエアー EP、ツーエアー EP、スリーエアー EP、フォーエアー EP、V エアー EP、シックスエアー EP、セブン本作の稼働を機に、数人の声優が歌唱するバンド風ユニット、彩り緑が、中ズムでのプレイ楽曲を軸にラジオ。 コミックなどのメディアミックスを行っている。他作品とのコラボレーションを行っており、期間中はコラボ先の楽曲やキャラクターが登場する。また、エアーバージョンからは、ネームプレートも獲得できるようになった。上記のほか稼働開始時より、以下の他社音楽ゲームやプロジェクトの楽曲が収録されている。ありがとうございます。